パンデピスパンデピスはフランスで食べられている菓子。エピスはフランス語で香辛料を意味する単語で、この菓子の名前は香辛料を使ったパンという言葉に由来する。パンデピスはクッキーに近いものとケーキに近いものに分けられる。小麦粉と卵黄を使うもの、ライ麦粉を使うものの2種類が存在し、バターは使われない。ディジョンのパンデピスには、 小麦粉と卵黄が、ランスのパンデピスには、ライ麦粉が使われる。その名の通りシナモン、ナツメグ、アニス、クローブなどの香辛料と、大量の蜂蜜が風味をつけるために使われる。また、砂糖漬けにした果物が入れられる場合もある。1694年に刊行されたアカデミーフランセーズ時点では、ライ麦粉、蜂蜜、香辛料で作られるケーキと定義されている。 生姜の風味が好まれるイギリスでは、パンデピスは、ジンジャーブレッドとして親しまれている。パンデピスの生地作りのためには、小麦粉と蜂蜜を混ぜた種を乾燥した冷処で1、ヶ月ほど寝かせる必要がある。熟成させた生地にベーキングパウダーと香辛料、香草を加えて成形し、表面に、艶出しの牛乳と卵黄を塗って焼き上げて、完成となる。基本的な形は円、もしくは四角であるが、 動物などを模した焼き型が使われることもある。パンデピスは料理の食材にもなり、特にビールを使った料理のとろみ漬けに使われることが多い。アルザス地方のパンデピス10世紀頃の中国の層で、兵士の保存食とされていたミコンがパンデピスの起源と考えられている。ミコンは、モンゴル、中東を経て、11世紀頃に十字軍を通して、ヨーロッパに紹介され、ハンガリー、 ドイツ、オランダ、ベルギーなどヨーロッパの東部で食べられるようになった。他、アルメニアの亡命主教によって、ピティビエに伝えられた説も存在する。ミコンは、小麦粉と蜂蜜をこね合わせたパンに似た料理であり、香辛料や香草は、必ずしも加えられていたわけではなかったが、ヨーロッパへの電波の過程でそれらの香料が、加えられていった。13世紀のフランドル地方では、 レーベンスクーヘンと呼ばれる、ミコンニに煮たかしが食べられていた。また、ハンガリーへは12世紀に東ローマ帝国から伝えられたと考えられている。中世においては財産に余裕があり、材料の穀物と蜂蜜を自前の土地で賄うことができる修道院がパンデピス製造の中心となった。中に、ブルーベリーのジャムが入った小型のパンデピスは、若い修道場を意味する、 のネットの語で呼ばれるが、これは、修道院で作られていることに由来するためだと考えられている。修道院のパンデピスは、市での商品、巡礼者への贈り物となり、型には、それぞれの修道院ごとの特徴が現れていた。パンデピスの製造法は世俗に伝わると、神話、日常生活の場面、シンボルをモチーフにした焼き型が発明され、15世紀に、 スイスのベルンの職人によってパンデピスの上に遠いで文字を書き版画を貼り付けて愛のメッセージを装飾するレケルレが考案された。18世紀末には薄く伸ばした生地を人や動物をかたどった押し形でくり抜き焼き上げるタイプのパンデピスが現れた。1827年にパリの動物園でキリンが公開された時にはキリンをかたどったパンデピスが流行した。 11世紀以来、パリでは、パンデピスの死が開かれ、修道士によって、動物の形のパンデピスが売られていた。やがて、パンデピスは、フランス各地で作られるようになり、アルザス地方、ブルゴーニュのディジョンのものが有名になった。ブルゴーニュには14世紀に伝わり、フランドル遠征を行ったブルゴーニュ公フィリップ2世、もしくはフランドルからフィリップ2世のもとに嫁いだ。 マルグリット3世によってもたらされたと言われている。パンデピスの製造が盛んなシャンパーニュのランスには職人のギルドが設立され、1596年にギルドはフランス王アンリ4世によって公認される。ランスのギルドはパンデピスの製造権の独占を主張し、フランス革命まで主要な地位を占めていた。後にブルゴーニュのディジョンのパンデピスが多く製造されるように、 なり、ディジョンのパンデピスは、ランスのそれにとって変わった。アルザスのパンデピスはクッキー風の歌詞で、ドイツの老巡霊者がアルザスのブイレ村に伝えたものが始まりだとされている。パンデピスは12月6日の聖ニコラウスの日に配られ、一般的にもみの木の蜂蜜が使われる。ありがとうございます。